こんにちは、マカロニです。ついにマイクロソフトフライトシミュレーター2020にも、空母のモッドが出ていましたので、導入してみました。空港コードは、ラック、で、検索窓に打ち込めば、すぐに場所わかります。出発地として、設定してみます。さすがに滑走路が短いですねお、もう気分はトム、クルーズです。もちろんトムキャットで出動です。エンジンの出力上がるまで待ちますよ。コメントでも教えていただきました。本当に助かりました。さて、逆噴射もできるようになったし、うまく着陸できるはず。それにしてもかっこいい。エンジンも温まったようなので、スクランブル発進といきましょう。オブジェクトもしっかりと作り込まれていますね。ちゃんと空港として認識されており、空港コードも割り当てられています。中はこんな感じ。ここに、ちゃんと当たり判定あります。いかがだったでしょうか？トップガン2、マーヴェリックの上映が待ち遠しいですが、個人的には、映画館よりも、配信で見たい派です。以上、ここまでご視聴、ありがとうございました。
気がつけば、チャンネル登録400人、本当にありがとうございます。皆さんのコメントが、何よりの励みです。500人目指して動画作っていきますので、チャンネル登録と、ベル通知音を、よろしくお願いいたします。Twitter もやっています。